ゆっくりステキ帝国とノルド王国の争いは、一時の休戦を挟み、再び激化しつつあった。民を守るためには力がいる。カルラディアの再統一という、ゆっくりの崇高な理念のもと、優秀な諸侯が集結しつつあった。南から押し寄せるロドック王国。奴らの虐殺から民を守るため、ゆっくりはノルド王国の切り崩しにかかる。それでは今回もノルドの説得を続けていこう。暴君によって虐げられている民を救うため、今回も身を粉にして働くぜ。南からの圧力で北上を決めたゆっくりたちだったけど、なかなか難しい状況になっているよ。というのも、ユイベレトより北の城は、どこも兵士の数が多いんだぜ。300人超えが当たり前になっているから、今ちょっと攻めあぐねているよ。一気に王都までというのはできそうもない。我々はあらゆるものを利用しつつ、守りの弱い城から落としていくことにするよ。現在ロドックとノルドは戦争中。ここで加勢してロドックに恩を売りつつ、ノルドの力を削いでいこう。現在ノルドはサラン朝以外と戦争状態。一応ベイジャーとカーギットとは休戦中だけど、それもすぐに切れるだろうね。2カ国以上と同時に戦争している他の国はない。ラグナール王は舵取りを誤ったということだね。ノルドがゆっくりの元に帰ってきた暁には、ロドックがそれに次ぐ大国となっているだろう。さすがに挟み撃ちは勘弁いただきたいので、ここで少し恩を売っておくよ。そして新たにナスゲイ卿がゆっくりの剣を受けに来たぜ。どうせすぐおさらばするだろうけどね。できることからコツコツと。まずは孤立しているビンクード城から攻略していこう。偵察の結果200人に満たない守備隊と判明。これなら問題なくいけそうだね。それでは城攻めを始めていこう。今回は領土持ち諸侯は全て参加。全員有効度がプラスなんだが、だから招集に応じてくれたんだろうか。マイナスになると読んでも来ない気がするんだよね。こいつら領土持ちのくせして、他の諸侯に領土を渡すと、すぐに機嫌を損ねるからたちが悪いぜ。ゆっくりみたいに領土をもらえなくても、大義のため王に忠義を尽くす、騎士はなかなかいないものだね。この辺の有効度の管理が重要みたいなんだが、祝宴を開くといいようだ。これは奥さん主催の宴会で、自国の諸侯との関係を向上させる効果があるらしい。ま、今回結婚はしないので、関係のない話だな。ゆっくりはみんなのアイドルだからね。ま、性格の良さそうな諸侯だけは、逃がさないように気をつけるぜ。そして問題なくビンクード城も攻略完了。ここは新加入のナスゲイ卿に渡しておくぜ。そんな中ユイベレト城が包囲されたと知らせが入ったよ。また小競り合いかと思っていたんだが、これはちょっと様子が違うぜ。ゆっくりの 2.5 倍以上の兵士が集結しているね。援軍を待っている時間はない。可能性があるとしたら野戦しかないね。精鋭であるスワディア騎兵部隊を最大限従軍させているぜ。まずはゆっくりが足止めをして、旧兵で数を減らしてもらうよ。騎兵はちょっと出遅れているので、今コンパニオンとゆっくりだけしかいない。無茶はせずに慎重に攻撃していこうね。投擲武器に当たらないよう、ジグザグに馬を走らせるぜ。攻撃が当たらなくても囲まれなければよしとするよ。で、味方にぶつかってピンチなんですけど。ないはずの背筋がゾクッとしたが、なんとか囲まれる前に離脱完了。これは長い戦いになりそうだ。敵の騎兵部隊は囲んで叩け。スピードに乗らせないように、ここで仕留めておきたいね。馬ごと叩き切ってしまえば、今晩のおかずに困ることはあるまい。騎手でも馬でもいいから、とにかくぶん殴っていくよ。馬をなくした騎兵ほど脆いものはない。どうしても突出するから、馬がやられたら袋叩きに合うよね。そして馬さえ説得してしまえば、大抵はうちの歩兵が何とかしてくれるぜ。三度にわたる敵の援軍。私もすでに満身創痍だけど、なんとか第一陣を撃退することに成功したよ。残り50人で80人を迎え撃つぜ。今回は最初から騎馬部隊が到着している。この数の暴力で蹂躙していくぜ。依然としてこちらの方が数的不利なんだけど、
この騎馬部隊の前に歩兵など、ただのカカシに過ぎん。まあちょっと数が多すぎて、渋滞を起こしちゃっているけど、その辺はご愛嬌。前線で体力が心もとない以外は、とっても順調な戦闘となったよ。結局我々は途中でリタイア。それでも問題なく騎馬部隊が活躍してくれたよ。この交渉はユイベレと丘陵の説得として、後世まで語り継がれることとなるだろう。ノルドに攻め込むには、ジェルベギ城という玄関を通らなければいけない。しかしここを通るのはかなり厳しいので、ちょっと馬鹿し寄り道していくぜ。まずはケルレダン城を落として、諸侯の数を増やしていこう。こちらは守備隊が100人程度と、大変を求めやすい物件となっております。この形の城は初めて攻めるね。今回は工場等で侵入経路を確保しよう。投石、矢の雨、煮えた油、聞くだけで恐ろしい防御をかいくぐって、内部侵入を目指していこう。孫氏曰く、工場戦は最も避けるべき出策だそうだ。城に引きこもった相手を説得するのは、本当に骨が折れるね。我々に骨はないんだがな。次回作では牢牢攻め、挑発によるおびき出しなんかの選択肢も増えるといいね。ただリアルに寄せすぎると、動物の死体を投げ込んで、疫病を流行らせたり、敵の死体を晒して戦意を下げたりと、ゲームとしてかなりえげつないものが出来上がりそうだ。そんなヨタ話をしていたら、ケルレダン説得戦も無事終結。諸侯も少し消耗しているので、一度遠征は中断することにしよう。スノに戻ると、コカイン決めてそうな名前の諸侯が、新たに加入することになったよ。リストラするときまでよろしくね。新たな標的はクヌダール城。そう思ってやってきたんだけど、ロドックに先を越されてしまったよ。ここを落とせないとなると、現在の兵力では攻める場所がないな。攻め手にかけて膠着状態なので、ゆっくりはノルド兵を求めて敵国を回ることにしたよ。敵対している国からは、徴兵できないんだが、有効度を上げると志願してくれるようになるぜ。ちょっと面倒なんだけど、他にやることもないからね。前にやった盗賊に対する訓練を、ここでも実施したぜ。結構長いこと駐留していたんだけど、誰も文句を言ってこなかったね。盗賊撃退で村人はゆっくりに感謝しているようだ。カルラディア皇帝であるゆっくりのために、働きたいと名乗り出てくれたよ。しかし敵国を歩き回っていたら、さすがに喧嘩を吹っかけられるか。勧誘のために人数を減らしていたのがあだとなったね。しばらく倍近くの相手に、ちょくちょく喧嘩を売られることになったぜ。もちろん返り討ちにしたんだけどね。しかしこの方法は効率が悪いな。他国が略奪のために村に火を放つから、せっかく有効度を上げても、すぐに勧誘できない状況になるんだよね。しかし手をこまねいているわけにはいかない。敵国をお散歩した結果、比較的守備の弱いお城を発見できたよ。それがここチャルベク城。200人ならみんなで攻めれば問題ないね。あまり多くはないけれど、先ほどの徴兵でノルド兵を補充することはできた。しかしもう一度休戦協定を結びたいね。最後の息継ぎって感じで、もう一回補充できれば最後までいけそうだな。しかし一月以上も、説得をサボるというのは不安だね。ロドックだけでなく、カーギットもベイジャーも、この好機を逃すはずがないからな。スワディアの滅亡も合わせて、最初とだいぶ国境線が変わっているよね。なるべく飛び地を作らないために、まとめて我々のものにしたいってのがあるぜ。目の前に出てくるんじゃない。誤射でヘッドショット。味方を説得すると士気が下がるのか。全く必要のない犠牲を出しつつも、チャルベク城の攻略も完了したぜ。できれば休戦前に、もう一つ城を落としたいところ。セブラ教という新たな仲間を手に入れ、我々はノルドの玄関口を叩くことにしたぜ。それではジェルベギ城を攻めていこう。我が軍は総勢450人、対するノルド軍は250人。相手ではないね。城を落として諸侯を増やしたおかげだな。近くをうろついていたハエダ教は、野戦で撃退しておいたよ。夕日に映える城が美しいな。
説得によって流される血のように、この城を染め上げているね。そしてこの城はかなり堅牢。急峻な地形、侵入経路の狭さ、とっても攻めにくい城となっているよ。兵数的には圧倒的にこちらが有利だったはずなのに、現在かなり攻めあぐねているぜ。今突っ込むのは危険なのでここから援護しよう。ログがあまりよろしくないぜ。ジェレムスのおかげで死亡者は少ないけれど、どんどん説得から離脱しているね。内部に侵入できた頃には、我が軍はかなり消耗していたぜ。ここが正念場だ、全力で説得に当たれ。結局最後まで論破されなかったのは、この4人だけだったな。本当に心象という感じだね。ここは一度体制を立て直さないといけないな。そして直後にノルド王国から、休戦協定の打診があったよ。ゆっくりを暗殺しようとしていたラグナール王も、自身に火がついたため、なりふり構っていられなくなったのだろう。この期間を利用して、最後の軍拡を進めるよ。そして実際に何をして回ったのかというと、兵士の補充とその訓練のための盗賊狩り。偵察、装備の更新などの準備も進めたよ。またゆっくり紹介の拡大をすることで、資金の確保にも余念がないぜ。高い防具だと10万円近くするもんね。そして流れるように一月が過ぎ、休戦協定は終わりを迎えたぜ。しかしどうやって宣戦布告をしようか。こっちから仕掛けるのもな。諸侯との関係が悪化するしね。しかしそんな心配は無用だったぜ。ノルドはやけくそになっているのかな？他国とも戦争状態でありながら、我々にまで喧嘩を売ってくるとは。やはりボングの王と言わざるを得ないね。まあ喧嘩を売ってこなかったら、こちらから仕掛けただけの話なんだけどな。さあ軍師バイシプールよ、全軍に召集令を出すのだ。って顔が怖いなこの野郎。彼にも新しい兜を買ってやったんだが、ちょっと似合わないかな。それでは第3次ノルド戦争を始める前に、現在の世界情勢を見ておこうか。スワディア、ノルドの衰退によって、ロドック、YSE が大きく領土を広げたな。ノルドも押されているとはいえ、大きな町をまだ3つも有している。現在ノルドと戦争状態にあるのは、我々だけのようだな。休戦協定明けでまだ戦争状態になっていないけど、どうせすぐ小競り合いを始めるだろう。結局大きな動きがあったのは、大陸の中央から西半分。まずは北西部分を赤く染めていくよ。しかし休戦期間で敵の諸侯が、力を取り戻しつつあったので、野戦でまずは数を減らしていくぜ。城に逃げ込まれたら厄介だからね。それでは騎馬部隊突撃開始。敵側には3人の諸侯、合計で200人と、我々の倍の兵士を相手しないといけない。しかし我々にはスワディア騎士が揃っているので、これくらいの戦力差はものともしないのだ。だけどここは岩が転がっていて、騎兵にとってはやりにくい地形だね。団子状に固まってしまって、騎兵の良さを殺されてしまっているな。開始直後に退却をすると、地形を変更できるんだけど、あまりやらないようにしているよ。敵を有利な地形におびき出すと解釈しているんだが、どうしても平野ばっかで戦うことになるから、動画的に変わり映えしなくなるんだよな。縛りプレイってなわけじゃないけど、ほんの少し自重していくよ。騎兵の数が減りつつあるが、それでもログを見るとこちらがだいぶ有利。ゆっくりの腕も真っ赤に染まっていってるね。きっと夕日のせいだな。明け方と夕方はいろんなものを隠してくれるので、説得するにはいい時間かもしれないね。敵の援軍が近づいてきたので、温存していた歩兵部隊を投入するぜ。ゆっくりは相変わらず敵の戦列をかき乱すよ。馬がちょっと良くなっているので、囲まれている歩兵がいたら、それをサポートする感じで突撃するぜ。馬に跳ねられると体勢を崩すので、相手に隙が生じるんだよね。あとは投石武器に気をつけて、限界までみんなのサポートをしていくぜ。もう一段援軍が到着したけど、こちらの騎兵もおかわりが登場。まずは敵の第一陣を説得できたぜ。ここからは総統戦だよ。こちらは70人で相手は56人。もうあとは蹂躙するだけなんだけど、きちんと陣形を組んで油断はしないよ。相手が近づくのを待って騎馬で突撃だな。
横一列しか選択できないけど、これでもなかなか壮観だね。まあすぐに崩れるんだけどな。しかし我々も順調に領土を拡大していってるね。あの暴君の下で辛酸を舐め、長年にわたって耐えてきたからこそ今があるのだろう。やはり忍耐って必要だよね。しかし耐え忍ぶのもここまでだぜ。ゆっくりは次回ノルドを取りに行くよ。果たしてラグナール王は黙って明け渡すだろうか。それでは今回はここまで。